ヒラノさんは前年にはボシロムとのパートナーシップ契約を結び、イブ・サンローランのアジアアンバサダーにも就任しました。一時は6000万円程度と言われましたが、噂では1億円にまで上る企業もあるとか、こんにちは。2月に入ってから、ヒラノシオさんが日本の CM に立て続けに出演しています。まずは2月10日から放送されているサントリー水の新テレビ CM。これは2バイト所属後初の CM 出演となりました。 CM 内では、平野さんが東京ゼロさんの角田昭弘さんと共演し、30秒版では居酒屋での軽妙なやりとりが話題となりました。なぜ平野さんがこれほどまでに求められているのでしょうかその魅力は、もちろん彼の容姿や演技力だけでなく、インスタグラムを通じて発信される彼自身の生き様やポジティブなメッセージも大きな要因とされています。 ルイ・ヴィトンとのパートナーシップ契約やイヴ・サンローランのアジアアンバサダーに就任するなど、幅広い分野で活躍しています。同じく2月10日に発表されたのがデジタルハリウッド大学の CM、みんなを生きるな、自分を生きよう、2024。平野さんは後輩の相談に乗る先輩役として出演し、夢を送ろうやその素晴らしさを伝えました。自身の道は自分で選ぶしかないと後輩にエールを送りました。 この二つの CM を通して感じるのは、新しい道を歩み出した平野さん自身と、CM 内で伝える言葉が重なる部分があることです。特に、水人そうだという爽やかなイメージが、リスタートを切った今の彼によく似合っています。そして、デジタルハリウッド大学のコンセプトは、みんなを生きるな、自分を生きよう。これは平野さんの生き方そのものを表しているように感じられます。CM 内で語られる言葉の説得力は、 彼が経験に基づいているように思えます。ツイッターでは CM に対するファンの感想が多く寄せられ、放送からわずか30分後にはトレンドに関連ワードがランクインしました。YouTube でも公開され、大きな反響を呼んでいます。一方、平野さんは前年にはボシロムとのパートナーシップ契約を結び、イブ・サンローランのアジアアンバサダーにも就任しました。その影響で、関連商品の売れ行きが好調なようです。 彼の CM 出演料も話題になり、一時は6000万円程度と言われましたが、噂では1億円にまで上る企業もあるとか、そして気になる次の CM 出演先、一部では、ゴシュラムの CM 復活の噂も広がっています。前年5月22日、平野さんがゴシュラムの公式アカウントをフォローしたことから、その可能性が取り沙汰されています。また、出演料も破格の6000万円程度と言われ、 クライアント間での争奪戦が繰り広げられているようです。平野さんの求心力が高い理由は、もちろんイケメンな容姿が一因ですが、男性からも人気があり、俳優ランキングでは20代男性俳優で3位を獲得しています。また、彼のダンスの腕前も評価され、キングプリンスの時から有名です。最近ではクライアントの中でも保険会社、自動車メーカー、 不動産関連の CM に出演する可能性が噂されており、その出演料も8000万円から1億円までと言われています。平野さんをめぐる争奪戦は本格的に動き出しており、これからの動向が注目されます。彼がこれだけ注目を集めているのは、容姿だけでなく、強い意欲と生き方に支えられているからこそでしょう。ファンとしては、今後の活躍に期待が高まりますね。記事をご覧いただいた読者の皆さん。 どんな思いをお持ちでしょうかぜひコメントやサポートをお寄せいただければ嬉しいです。